お電話を。道路の使う、年金や保険のこと、食べ物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口に気軽にご相談ください。はい、チーズ。もう一枚取りますね。チーズ。はい、ありがとうございます。ちょっと今チェックします。世界は動き出さない。あ、この間のあった？大丈夫ですね。よし、見たじゃん。大坊さんも。なんかね、さっきも出たんだけど、時期に反応して、傾斜とかもなかって。例えば、スマホの資料かなとか、なんか、気をつけないとね。ミステリーカードとか、そのデリケートなのね。こんな間ね。なんかの時に私が買われて、近いったらメモリーカードが入ってなかった。で、まずいから、って言ったら、うん、でもなんか、コードしたら入ってた。なんか、いいの。それが、見ました。23日。クリスタル、レインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月夜間へようこそ。北町エレガント大使、ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2016年5月23日マンデーナイト21時オープン。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ダイヤモンドミッチーな毎回ワクワクが止まりません。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、そんな番組がどこかにありましたか？楽屋トークだって公開、拾ってなんかいられないライブのようなラジオです。2016年クリスタル、大人が素敵に輝くことを応援します。どこからなっていいんですよ。まだ見たことのない自分になってしまいましょう。本家クリスタルの始まりです。ここは大人の本気祭りでござります。踊らにゃそんそん、楽しんだ方がいいに決まってますね。決まってますさ。楽しみまして。下町はね、そういうのないんですよ。祭りだって言ったら、のっけからいただきました。一カでございます、ね、そうだってそわそわしちゃうじゃない。この辺なんかね、私もともと地元ですから、朝6時とかね、そのぐらいからもう馬とかね、装束した人たちがね、歩き始めるのよ。へえ。太鼓だったり笛だったりの音が遠くの方から聞こえてきて、もう寝てなんかいられませんわよ。だからキリンさんっていつもアイフなんですね。アイフってどういうことですか？アイフってどういうことよ。せわしないったらありゃしないですよね。本当？待てないもんね。もう待てないの。楽しいことは待てないのよ。ね、行かなくちゃって。そう、前のめりになっちゃった。まだだって言われた。言われた言われた。今から来たら汗かくからいいってのに、着せて、着る方を着せてってアイフって言って。この辺汗もだらけ。ただ言わない子じゃないって言われたからな。うちの子なんかみんなそうよ。そうなんだ。結構一人で手一杯ですけどね。まあ、うちの親もそれで一人っ子にしたんでしょうね。でもルーツが分かりました、うん、そうですか。まあ、だから楽しい時はそうだし、困った時はえ、この子となんかこの大変なことを知ってるやつはどれかいないのかいってみんなすごい連絡網が回るから、その専門家が現れるわけよ。なるほど ね、それを結婚して山手の方で暮らしたから、それをただやったら素晴らしいって言われて、え、いつもと同じことやってるだけなのに。で、だからこれを子供たちがこういうのがなんか当たり前になってたらいいなって思う。今ね、そういうことがさ、ね、関節とかさ、はい、全部ネットでとかっていうのをさ、じゃなくてさ、その辺に聞きなさいよって。ね、またそういうのあといいですね。今年の夏は大変ですよ。もしかしたらクリスタルみこしが出るかもしれませんよ。なんで？あの、一応聞きたいんですけど、私担がなくても大丈夫ですか？担ぐでもいいですよ。どうした？担ぐか言うか。あ、マジですか？どっちもどっちだな。担ぐ方がいいかな。でしょ？背高いからかなり痛いかもしれない。なんか大変らしいですね。私口合わない。みんなぶら下がってるだけで、わしゃい、わしゃいとか。そしたら私わしわしをうちわで前でやる人。そんな人今あまりいないないの？ないけど、
なんかかっこいい気な人が、うん、あの宇宙っていうか潜水みたいのでちょっと干してることあるけど、あんまりこんな大きなっちゃうね。こんなことしてるの見たことないよ。わっしょい、こう盛り上げてほらみんながね、うん、それもやっせやっせやっせ。そうだね、そうだね。で、太陽子このお祭り、水かき祭りだからジャバーってかけられる。ほんとにどれもこれも踏んだり蹴ったりなどれでもいいかなみたいな。ちょっとなんか、私じゃないよ、戦闘機っていうのは。あの、松のパってやつがねやる気になってるのよ。クリスタルで、こしてやりましょうって言ってるよ。いやだー、そうだそうだって言ってるだけ。本当ですか。楽しいことがいっぱいでいいじゃん。そうですね。楽しまなくちゃ。そうでしょ、うん、大人の本気祭りだ。そうだそうだって言ったじゃないか。そうだそうだ。そんだそんだ。楽しまないと。そういうことだよね。めっちゃ仕事なんでね。では終わりましょうか、ね。行きましょうね、はい。どこから聞いても楽しめるのがクリスタル。いきますよ。It's showtime。